は工場見学内容のこの、見学者が乗る移動のカートはね、スバルのステラの、ステラ EV、今はなきというかね、あのプラグインステラ EV の、の屋根をぶった切って、この3列シート仕様にして、このインパレなんかはね、もうまさにこのステラプラグインのまんまという感じで、これは本当に元は普通のプラグインステラだったのを、屋根を本当にぶった切って作ったんじゃないかと。あ、4000、これ絶対そうですね、オートメーターが4400も走ってるんで、かつて普通に走ってた車でしょうね、これね。絶対工場の中だけでこんな距離伸びないですからね。おお、懐かしいな。これ昔ね、これ出た時ちょっとお借りしたことがありましたが、なんかそのものっぽいです。まあね、後ろはもう大幅に改造されておりますが、まあ、このような形でね、生きながらいるというか、とまた使われているというのがね、ちょっとこう、このステラプラグインの、なんていうか、こう、第二の余生じゃないですけど、ちょっとそれを知れてちょっと嬉しかったです。見学者が全員これ乗れるかどうかはちょっとすいません、未確認ですが、見学するとこれにね、乗せてもらえる可能性が高いですので、これもスバリストの大きな、なんていうか、特典というか、メリットと思います。あ、懐かしい。すごいオープンですね、これね。さすがにこのボディの構造はね、なんか違うもんになってる気が、あ、でもやっぱりぶった切ったのかな、これね、全長なんかないと、全長じゃ違うかな、あ、そうですよね、やっぱりこれこれいいな、色合いとね、エルレンズ。これ我々メディアはね、乗れなかった車ですんで、見学者は乗れたということで、非常に羨ましく思いました。